吉村雅弘、小さな会社の経営のツボ。はい、皆さんこんにちは、吉村雅弘です。今日はですね、中小企業が事業転換するときのポイントということについてお話をさせていただきます。先日ですね、11月18日なんですけれども、政府のですね、未来を開くパートナーシップ構築推進会議っていうのが開催されまして、その時にですね、菅総理が中小企業の事業転換を支援するということを表明されたんですね。具体的にはどういうことかっていうと、新たな補助金制度ですね。ですから、この事業転換を図った中小企業に対して、最大確かね、200万円っていうふうに報じられてますけども、こういう補助金を新たに創設すると。そして、政府系金融機関ですね。まあ、日本政策金融公庫、通称日本公庫っていうふうに呼ばれてますけども、これによるですね、低金利での融資を行うとかね。まあ、そうすることによって、競争力を強化するための事業転換を後押ししますよと。まあ、こういうことを表明したんですよ。まあ、これらは12月に取りまとめます政府のね、追加の経済対策に盛り込むというふうにされてるんですけれども、これの基本的な考え方は、実は、無秩序なばらまきにしないため、対象となる企業の条件を決める。そして、事業転換の内容を決めると。まあ、こういうふうに言われてるんですよ。で、まあね、菅内閣になってから、ちょっと中小企業に対する政策が変わってきたよというお話はですね、121回の回でですね、中小企業基本法の改正に備えようということをお話をさせていただきましたので、詳しくはそちらを見ていただければなというふうに思うんですけども、まあその時にですね、デイビッド・アトキンソンさんっていう人がね、政府の成長戦略会議のメンバーになってね、そして中小企業を半分潰れればいいんだみたいなことを言ってるとかね、まあいろんなことをお話をさせていただきました。で、それに対してね、真っ向から異を唱えた方がいらっしゃるんですよ。この方です。日本商工会議所の会頭の三村さんという方でして、もうこの方ですね、新日鉄の元社長を務められた方なんですけども、東大を卒業されて、で、その後にですね、会社に就職されてからハーバードのビジネススクールに行かれたっていうね、大変ね、知的な方なんですよ。で、この方がですね、デイビッド・アトキンソンさんのその主張にはね、相当程度反論があるということを以前からおっしゃってまして、実は、先日ですね、11月19日の政府の成長戦略会議で、このアトキンソンさんに対してね、真っ向からですね、異を唱えられたんですよ。私は三村さんのね、主張は非常に正しいなというふうに個人的には思ってるんですけども、まあこれに慌てた政府はですね、どうしたかっていうと、中小企業の再編にね、アトキンソンさんの主張をいろいろと取り入れて、まあ再編という名の要はですね、小さいとこは潰れてしまえみたいなね、そういうことに対して全国からいろいろと異論が上がってるわけですよ。それに対しての警戒心を、まあこの拭うという、そういう狙いがあるんじゃないのかなというふうには言われてるんですけども、いずれにせよですね、中小企業の事業転換を支援するということをですね、政府が発表しているわけですから、まあ、今回の本題は、この事業転換のコツですね、これについてお話をさせていただきます。事業転換で言うと、基本戦略としては、まずはこれを考えるんです。まずね、お客さん、市場ですね、これの新規と既存というふうに考えます。そして、ここにですね、皆さんの商品サービス、これも既存と新規っていうふうにね、こういうふうに4つにマトリックスに分けるんですよ。で、まずは、既存の市場に既存のサービス、これですね、この部分ですね。ここはですね、市場浸透を図るということを皆さんやってらっしゃるかなというふうに思うんですけども、まだまだ市場的にシェアが足りないということになると、やっぱりこの浸透を図るというのが一番最初の手順ですよね。その次です。どうするかって言いましたら、次は既存のお客さん、既存の市場ですね。それに対して新たな商品サービスを開発するということで、新製品開発、これをできないかっていうふうに考えるわけです。そしてその次にどうするかっていうと、はい、今度はですね、既存の商品サービスを使って新たな市場、新たなお客さんに対してこの開拓できないか、新市場の開拓ですね、これを考えるわけです。で、最後よく言われる多角化っていうのはここなんですね。新たなお客さんに対して、新たな商品サービスを提供するということなんですけれども、私たち中小零細企業はまずはやるべきはここなんですよ。いきなり多角化してもこれは失敗する確率高いんですよ。だからやはり、今のですね、お客さんに対して新たな商品開発、そして今の商品サービスを使って新たな市場を開拓できないかと、この順番で考えるのが中小企業にとっては大切なことなんじゃないのかなというふうに思っております。で、次、基本戦術です。基本戦術はこんな感じなんです。 Who, What, How、
そして顧客価値、利益、プロセス、この 3×3 の9つで考えるんですね。で、まず順番に行きますよ。まずね、お客さんは誰かっていうふうに考えるわけです。で、その次にですね、何を提供しますかと、売り物ですね。そして競合との違いは何だろうというふうに、こういうふうに考えるわけです。これ大事なのは顧客価値っていう軸なんですよ。ですから競合との違いは売り手目線じゃなくて、お客さんから見た違いということを考えていくんですね。そしてその次、利益の軸です。利益はまずは誰から儲けますかっていう話です。要は売り場ですね。で、その次が何で儲けますかってことで売り方ですね。で、そして最後、どう儲けますかってことで売り値になります。で、その次がプロセスっていう軸です。これはまずパートナーは誰ですかって話です。これは販売パートナーであってもそうだし、あとは例えば商品を供給してくれる、原材料を供給してくれる、そういうパートナーは誰ですかっていうことですね。あとは最近で言うとコラボレーションなんてのもありますから、そういうパートナーは誰。その次は強みは何って話です。これはですね、売り物、売り方、売り場、売り値、それの強み、これは何なんだろうっていうことですね。で、そして最後が手順はどのようにしますかと。まあ、まずこれをね、9つを埋めていく必要があるわけですよ。で、これができましたら、その次はビジネスモデルということを考えます。ビジネスモデルはいろいろとあるんですけども、ビジネスモデルキャンパスっていうのが一番使いやすいので、これを説明しますね。まずはね、先ほどから何度も出てきます、お客さん誰ですかって話ですよね。これを定義しなきゃいけません。で、その次が価値ですね。お客さんへ提供する価値って何っていう話です。何度も言いますけども、お客さん目線で考えるべきなんですね。で、その次がまずどうやって儲けますかっていう販路です。そしてお客さんとの関係構築の方法はどうしますかっていう話ですね。で、これを考えていきます。その次に、まずは収益ですよ。マネタイズのプランはどうですかって。結構ね、これ考えない人多いんですよ。収益プラン。ちゃんとこれ考えなきゃいけないですよね。で、そしてその次は、リソースですね。資源です。これは何かっていうと、自社の経営資源ですね。人、物、金、情報。あとは例えば、設備とか。他にも人脈っていうのもありますよね。で、その次に、まずは活動です。やるべきことは何ですかって話ですね。まあ、これは例えば商品開発とってもそうだし、市場調査もそうだし、市場にアプローチする方法、それについて何をやるべきですかってことを考えるわけですよ。そして協力者ですね。パートナーは誰っていう話で、先ほどから言ったパートナーありますよね。これは商品の開発でもそうだし、製造でもそうだし、販売パートナーなんてのもありますよね。で、最後が何かっていうと、提供にかかるコストはどれぐらいかかるんですかと。まあ、こういうことを考えていくわけです。で、これができましたら次は基本計画です。基本計画はいろんなね、フレームワークがあるんですけども、まずはね、これです。目標設定。目標設定できましたら、最終的に達成したいことは何っていう話です。会社だから目標ってありますよね。でもそれは、市場にとって、お客さんにとって、どのようなことを達成するんですかと。あとは会社にとって、最終的に達成したい、そういう目標は何ですかって話ですね。で、その次が現状把握です。現状把握できましたら、目標を達成するための課題って何っていう話ですよね。実現性ってどの程度あるんだろうっていうこともちゃんと現状把握しなきゃいけないわけですよ。で、その次が資源の発見です。資源の発見でいきましたら、この目標を達成するために活用できる資源は何って話ですね。先ほどから言った人、物、金、情報、人脈、設備。その中で事業転換するんであれば、必ず新しい領域に行くわけですから、足りないそういう資源は何ですか、そして必要な資源は何ですかってことを考えてあげていくわけです。そして次、選択肢ですね。選択肢で行きましたら、目標を達成するための方法は何があるんですかということですね。あとは他に方法、アイデアは何ですかということを考えるわけです。そして最後、意思確認です。何から始めればいいですか、ステップはどうしますか、いつまでに何を行う必要がありますかと。まあ、こういうことで計画に落とし込んでいくわけですよ。ただね、落とし穴があります。落とし穴はね、このね、ビジネスモデルありますよね。そのうちの、やはりここです。お客さんへ提供する価値って何っていうことがね、どうしてもね、私たちやっぱり売り手目線。まあ、よくプロダクトアウトなんて言い方するんですけども、どうしてもね、自分本位で考えてしまっちゃうんですよね。ですからそこで大事なのは何かっていうと、デザイン思考というのが大事だなというふうに私は思っております。デザイン、私デザイナーじゃないよっていうふうにね、経営者の人思われるかもしれませんけども、実はデザインの本来の意味は何かっていうと、設計、創意、工夫っていう意味なんですね。デザインっていうのとアートっていうのは考え方が違うわけですよ。ですからデザインはこの設計、創意、工夫。
すなわち使い手のニーズを見つけて、そして体験を作り上げるっていうことなんですね。ですから今いろんなね、会社がデザイン思考なんてのを取り入れてるわけですけれども、これ数年前から実は提唱されてた方がいらっしゃるんですよ。近畿大学の経営学部の広田明光教授っていう方でして、私この広田先生にね、デザイン思考っていうのをね、数年前からいろいろとね、教えていただいてるんですけどもね、デザイン思考っていうのはね、まず共感、そして問題定義、そして想像、プロトタイプ、テストって、こういう風にね、ステップがあるんですよ。で、実は、じゃあそのステップだけなのかっていう風にね、思われると非常にね、これまたね、落とし穴に陥りますから、私がね、広田先生に日頃からね、習ってることをね、私なり噛み砕いて、中小企業の社長さん向けに、また後ほどの動画でお話をさせていただこうかなという風に思っておりますし、まあ、広田先生ね、実はマーケティング学会とかいろんなところで、このデザイン思考っていうね、ことについていろいろとね、企業とかね、コラボレーションしながらいろいろとね、発表とかされてますし、まあ、関西のね、商工会議所ですね、そういうところでも研修の講師とかされてますんでね、また見ていただければなというふうには思うんですけれども、まあ、いずれにせよですね、政府はですね、中小企業の事業転換を支援するっていうふうには言ってるんですけども、まあ、この政府のね、方針以下に関わらず、まあ、コロナ禍でね、いろいろと難儀されている中小零細企業さんは、やはりね、現状維持のままだとね、やっぱりね、きついんですよ。だからそういう意味で言うと、この事業転換っていうのをね、やっぱり測っていくっていうのはね、大事になってくるわけですよ。はい、ということで今回は中小企業が事業転換するときのポイントということについてお話をさせていただきました。本日も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。